今朝のこの時間は、鎌倉女子大学教授、医師の木下博勝さんにお話を聞きます。木下先生、おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは、人工甘味料、アスパルテームに関するお話です。WHO、世界保健機関の専門機関、国際がん研究機関が14日、清涼飲料水や食品などに幅広く使われる人工甘味料、 清涼飲料水や食品などに幅広く使われる人工甘味料、アスパルテームについて、発がん性の可能性があるとして、4段階の分類のうち、下から2番目に指定したと発表しました。 この発表について WHO は一般的な接種量では安全性に大きな懸念はないがさらなる研究が必要だとしています発がん性の可能性があるけれども一般的な接種量では安全性に大きな懸念はない。 木下先生この発表どう受け止めればよろしいんですかねはいこれ WHO の専門組織であります国際がん研究機関はですね、はい、科学的根拠の強さに基づいてさまざ、あ、まな物質や環境要因など発がん性を4段階に分類しています。おのおのですね「発がん性がある」「おそらく発がん性がある」「発がん性がある可能性がある」 発言性については分類できないという四つなんですね。はい、まあ、これはですね、発言性があるかどうかの根拠の確からさを示すもので、<っ>発言性の強さですとか、可能性の高さを示しているわけではありません。えー、WHO によりますと、このアスパルテームですね、体重が60から70キロの人が、1日あたり9から14缶以上、 清涼飲料を飲まない限り摂取許容量を超えることはないと発表しているのでまあ今、売られているものそんなに飲める人いないと思いますのでまあ問題ないんですけれどもちなみに、ですねこの 2B に分類されている他のものわらびですとか漬物これも分類されているんですね本当だですからまあそこままで心配ししななくてもいいかなといかとう気はします、うんはい、さあそれでは今朝のテーマいきましょう。こちら 痛風は夏に増え女性も注意が必要理由と予防法は痛風といえば男性に多いイメージあります実はですね女性も注意が必要でさらに夏場に増える傾向もあるようです木下先生まずは痛風これどういう病気でしたっけ、はいまあ、風が吹いただけでも痛む、はいまあ、くらいの痛みという意味だそうなんですねこれ尿酸が高い状態が続いて 関節の中に尿酸塩という物質ができて、関節に炎症が起こる病気です。はい、尿酸が高いと必ず痛風が起こるというわけではありません。まあ、尿酸が高いとですね。痛風だけじゃなくって腎臓が悪くなりますし、<ー>骨が溶ける場合もあります。<ー>この痛風は足の親指の付け根。 ここが一番よく起こるところなんですね、はい、この痛風の患者さんというのはどうですかやっぱり増えてるんですかそうなんですよこれ年々増加傾向にありまして、うん、え厚生労働省によれば1986年の患者数は25万5千人でしたが 2019年には125万4千人となんと33年間でおよそ5倍に増えてます5倍ですか多いですね、えー、あ,のあと痛風ってこ男性に多いイメージがあるんですけれどもこれはどうしてなんでしょうこれ男女比を見ますと圧倒的に男性が多い病気です、まあ、尿酸値が高い成人男性の頻度は全体の約20%で 三十代では三十パーセントに達します。はい、これは通風の原因となります。尿酸値、女性よりも男性の方が高いためなんですね。えー 女性ホルモンには尿酸の排泄を促進する働きこれがありますので、ええ、女性は痛風を起こしにくいということなんですね。女性ホルモンにまあ理由があるということなんですね。でその女性は痛風になりにくいけれどもでも女性も注意が必要ということですがこれはどういうことなんでしょうはいこれ女性ホルモンの働きで、まあ、痛風を起こしにくいんですがこれ閉経しますと。 ホルモンが減るので注意が必要です。はあはい、女性の痛風のほとんどは65歳以上です。うん、まあ一方でですね、無理なダイエットが原因で若い女性でも発症することがあります。<ー>これは極端な糖質制限をしますと尿酸を排出しにくくなるためなんですね。そういうこともあるんですね。はい、あと痛風と夏場に増える傾向があると言われているんですよね。これどうしてなんでしょう。 これ夏は尿酸値が上がって痛風を発症する人が多い季節です<え>まあ暑いとですねいつもよりもお酒を多く飲んでしまいがちですビールなどに含まれるプリン体これは尿酸の原料ですしアルコールは尿を出す働きがありますので結果的に尿酸値を上げることになります、はい、ですからお酒の飲みすぎには注意が必要またあの夏は大量に汗をかきますのでその結果脱水になりますと 血液の濃度,濃度が濃くなって尿酸値も上がりやすくなりますそうか濃くなるからね、はい、この夏場の痛風予防のためにはどういうことすればよろしいんでしょうかこれ予防の基本はですね季節に関わらず、えー、生活スタイルの改善です四、はいまあ、つほどご紹介します一つは食べ過ぎに注意です、はい、これ肥満やメタボの人はですね、えー、尿酸が上がるということが分かっておりまして、うん 実は、肥満を改善するだけで、お薬を使わなくても、尿酸値が低下するってことも珍しくないですね。そうなんですね。はい。2>, ええ、2つ目は、野菜や海藻を十分に摂ることです。尿酸っていうのは アルカリ性の水分などで溶けやすくなる性質があるので<ー>尿をアルカリ性ににしまますすすと体の外に出やすくなりますですからアルカリ性の食品例えば人参などの野菜、ええ、わかめひじきなどの海藻類きのこや芋類これを意識的に摂ると効果的なんですねあ、えー、まあ3つ目は先ほども申しましたけど十分分に水分を補給すすることです、まあ、ほとんどの尿酸は尿から排出されますので 尿量を増やすことが大事です。はい、まあ、そのためにもですね、水やお茶、これ積極的にとってください。はい、四つ目はプリン体を摂りすぎないことです。うん、まあ、尿酸の原料になります。プリン体。まあ、過剰摂取しますと痛風のリスクが高くなります。まあ、プリン体というのはほとんどの食に含まれますけども、特に多い食品。まあ、レバーですとか、魚の白子、はい、それから干物など、<ー>これを。 過剰にに取らないいようしてくださこれプリン体って名前が可愛いからねそうなんですねデザートみたいなプリンですからねプリンだったら大丈夫だろうなんてそれとは違うから違うからね今プリン体フリーのビールなんても売ってますよねそうですありますねそうなんですよそうかそういうのまあだから気になる方はそういうのもそういうので飲んでいただくとビール好きの方におすすめです今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました。 木下先生、ありがとうございました。どうも失礼しました。